コッペンハーゲンのランゲリニエ公園に立つマリー王女の検証記念碑、マリアメリー・フランソワーズ・エレーヌ・ドルレアンは、フランスのオルレアニスト王位請求者パリ博、フィリップの名で、デンマーク王子・バルデマーに嫁いだ。オルレアン家のシャルトルコロベールとその妻で、ジョアン・ビルコフランソワの娘であるフランソワーズの間の長女として、ロンドン郊外のリッチモンドにある、ハムハウスで生まれた。 両親はどちらもフランス王、ルイ・フィリップの孫で、いとこ同士だった。一族は1848年革命により、亡命者となっていたため、マリーはイギリスで育ったが、1871年にナポレオン三世の政権が崩壊した後、フランスに移住した。マリーは1885年10月20日に、パリにおいて、デンマーク王クリスチャン九世のスエムスコバルデマーと、 民事婚を取り行い、二日後の10月22日に、ノルマンディのウー城で宗教婚を取り行った。マリーは、カトリック信徒のまま、ルターハ信徒の夫と結婚したため、結婚に際しては、教皇の承認を取り付けている。二人の結婚契約書には、真に生まれる息子は、父親と娘は、母親と同じ宗派に属させることが取り決めされていた。夫妻は、 コッペンハーゲンのベアンストをフ場を居所とした。夫のバルデマーは1883年から時系のギリシャ王ゲオルギオス一世の息子、ゲオルギオスを引き取って一緒に暮らしていた。バルデマーとゲオルギオスは非常に親密に結びついており同性愛関係だったとも考えられている。マリーは他の堅苦しいデンマーク宮廷の人々とは違い衝動的で 基地に富んだ勢力的な女性でデンマーク国民の人気が高かった。彼女はデンマーク語を完全にはマスターしないままだったが、夫との関係は良好だった。マリーはお月の辞書なしで邸宅を出入りする許可を宮廷からもらい芸術家たちとの交際を楽しんだ。夫をバッケやフランツヘニングセンに支持し、絵画や写真をたしなんだ。彼女は シャルロッテンボ望宮殿での展覧会に3度出展し、また、デンマーク美術アカデミーの会員でもあった。マリーは、当時の王族女性と違い、積極的に政治に関わった。彼女は1901年、サハと連携して、岐阜のクリスチャン旧姓を説得し、民主選挙の結果として成立した、社会主義政権を承認させている。1902年には、デンマーク領西インド諸島を、 アメリカ合衆国に売却する構想を廃棄させた。またマリーは、フランスの国益にも敏感で、1894年のロフツ同盟の締結や、1905年の第一次、モロッコ事件の事態収集に尽力したとして、フランスの新聞から称賛されている。マリーは、東アジア会社の創業者 HN アナセントも親しい、友人でアナセンを支援していた。 1909年にコッペンハーゲンの自宅で没死した。夫と三人の息子たちはタイに向かう途上でインドに滞在しており、死に目に会えなかった。ありがとうございます。